あれよ、こんにちは。ちょっと待ってね。びっくり、冷房ついてなくない？ついてる？ついてないよね。ですよね、それ暑いよね。それついてなかったら暑いわ。さっき温度下げたと思ってんけどね。それ暑いさ。こんにちは、ということで配信をしていきます。のんびり配信をしていきます。そしてゲームもしていきます。いやさ、ちょっと聞いてくださいよ。ゲームさ、まあ、ゲームしてるんですけど、こんにちは。なんかさ、本当にさ、今いる場所がさ、本当に困った場所でさ、こんにちは。やばい、マジで暑い。こんにちは。宝箱が流される。石川だから、そんなことないよ。東京だし東京だし。石川涼しいとかじゃないからね。全然石川も暑いと思うよ。どこでも暑いです。変わんない変わんない。こんにちは。いやマジで暑い、本当に暑い。困ったもんだね。そして本日どころか、まあ毎日なんですけど、はい、お顔がむくんでおります。ここ数日ね、お顔むくみまくり、日に日にむくんでいく。私がね、ぐーたらぐーたらこっちで過ごしてるから、まあ、帰るんですけど、今日ちゃんとやりますよ。あー、宝箱行かないで。宝箱行かないで落ちてっちゃうじゃん。こんにちは。いつもね、のんびりゲームをして帰る準備もしてます。なんかさ、今日帰るのにさ、全然さ、のんびりしてんだけど大丈夫そう？私大丈夫そうだと思う？すごく、うん、大丈夫じゃない気がしている。東京ってひょっとしてもう何も言ってる普通に、はい、見に行きます。今日はあれ言っちゃいけんのかな、こういうのって。私は見にめっちゃ見に行くつもりで普通にいます。はは。ね、ごめんね、初の卒業公演見に行くのに私顔パンパンだしさ、ごめんこんにちは。だって行くもんは行くんだもん。楽しみにしてるよ私は。多分泣くけど楽しみにしてるよ。お、カンマンガイ美味しかったでしょ？ね、美味しいよね。そう思ってくれて嬉しいよ、私は。おっほ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 、なるほど、はい、なるほど。少々お待ちくださいね。じゃないの？ちゃんとしよう。
待たせしました、こんにちは。ちょっとね、椎茸を椎茸焼いてたもんね。うわー、みんな来るけこれ。しゃあねえ、行くか。いや攻撃力高やばいんですけど、普通にやばい。攻撃力高いよ、死ぬよ死ぬよ、死にそうだよ、やばいよ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 早速死にそうなんですけど。こんにちは。そうだね、発表してからのあっという間だよね。私もそうだった、うわーと思ったもん。なんか意外と時間あんなと思ってたもん、勝手に。なんかそのそう勝手にねそうだったんだけど、意外とね、そう本当に電話だった。やばい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 、君ほんと死にそうだから、ちょっとやばいよやばいよやばいよ、本当にやばいよ、ちょっと待ってね、ちょっと待ってね、ピンチピンチピンチやばいやばいやばい、本当にちょっと強い違う違う、ちょっとさ、ちょっと周りの敵倒してからにしていい？ちょっと任せてよ。あ、やばいやばいやばい、死んだ死んだ、一人死んだ、一人死んだよ、やばいやばいやばい、えい。待って、少々お待ちを、ちょっと待って、早い、死んだよ、ヒカも死んだよ、もうダメじゃん、やり直したよこれ。だった、早かった、ちょっとまだ早かった。うわマジか。いやこの時間帯だから嫌いなんだよ、なんかね、なんか夜の時間帯とさ昼の時間帯で出てかのなんかモンスターの強さが違ったりするところがあるの。まあ地域によってなんだけど、地域だってそう場所によって変わるんだけど、そう、それがさここでさなんかもうめちゃめちゃ強くなるんですよ。一気にさ夜になるとさなんかレベル80とかいんの。私今レベル今28よ、どうやって太刀打ちすんねんっていうね、なんじゃそりゃっていう。はいで、ね、以上私の愚痴でした、ね、そうじゃないと面白くないっていうことなんだろうけど、そうね、多すぎてさそういうね、急にね、こっちもねどうしようもできないよね、うん、どうしたらいいの、うん、よし。よし。まあ、とりあえずね、レベル上げよう。なんかさこんなにのんびりしてるとさすごい急になんか仕事がさ、まあ明日から仕事なんだけどさ、なんか行きたくなくなるねこんなこと言っちゃあかんけど、こんなこと言っちゃあかんけど、ちょっと行きたくなくなるよね、のんびりしすぎてね。なんかいっぱいいるな。なんかびっくりマークいっぱいあるんだけど、こんにちは。そうね、ちょっと待ってね、びっくりマークがいっぱいあるんだ、不思議。何のびっくりマークこれ何のびっくりマークでしょうか。あ、間違えた、回復いらないのに自分に回復が来ちゃった。とりあえず、あー、なんか来たよ、なんか来たよ、なに追っかけられてる私今。ごめんね、ちょっと逃げるね。まあ頑張りますけどね、お仕事行きますよちゃんと。始まったら始まったでね、大丈夫なんですよ。別にいつも通り仕事すればいいんで。
のんびり休んでからの仕事一発目ってね、なんかねちょっと憂鬱な気持ちになるよね、初めはね、初めはね、うん、初めだけだ、大丈夫。なんかいっぱいいるんだけど、から仕事の時落ち着いてそうだねって思うじゃん、意外とねテンパってるよ普通に、意外とだからかね、早口になるねって言われる。違う、本当にね、なんかね急になんか言われるとさ困るんですよそういうもんだ、そういうもんなんだけどさ、なんかイレギュラーなことが起こるとさすごいテンパるんですよ。そう、だからいつもねイレギュラーなこと起こんなって思いながら、意外とさ怒ったりするじゃん、なんかまあ急になんかなんかねっていう、意外とあるんですよ、多いんですよ、本当に怒ってほしくない。私ねそういうの苦手なんで、思いつついつも、うわ目の前から来やがった、なんかやっぱりさ人には得て増えてがあるじゃん、まあ、それはもう当たり前なんだけどさ、私はだからその優先順位をつけることと、あとそういうイレギュラーに対応することも苦手なわけ。結局さそういうなんかさ、そういうお客さんの対応をしたりするっていうのはさ、あの自分の一つの行動でさ、そのお店の何なんていうの評判を落としたりすることもあるっていうことじゃん。それがすごく怖い、私は。だから下手なことできなくって、下手なことも言えないし、だからイレギュラーなことが起こるとマジで困る。そうだから本当に嫌だ。今さ SNS も発達してるしさ、いろんなものの評判、口コミがどうとかこうとかって結構出るじゃん。そう、それその私の対応一つで変わっちゃうかもしれないっていうのがすごく怖いなって思う。私もさだから落とさないようにできるだけそのねちゃんとした対応、そういうことがあった場合にはちゃんとした対応しようとは思ってるけどさ、まあその受け取り方って人それぞれじゃん。私がすごい親切な気持ちで相手に接したとしても、それを不親切ってもちろん受け取る人もいるわけで、そう、まあそれは本当人それぞれだし、そこはもう仕方ないと思う。そうでもね、それがねっていう風になると嫌だなって思うから。じゃあ真面目ですか普通じゃないの、結構普通に考えるんだけど、ヒガティンだったら上がることあっても下がることない。いやそんなことないよ。それはねみんなが私のことを好きだよって思ってくれてるからだよ。私の推しだからだよきっと。私の推し自分の推しだからだよ。待って待って、私今何に追っかけられてる、何に追っかけられてる。難しいなって思う。なんかさ
あれだよね、 SNS とかさ、そういうのってさ、発達するのはさ、すごくさ、いい反面もある分、すごく生きづらいなっていう思うこともあるよね。それによってやっぱりまあ気になるじゃん、どうしても。じゃあやらなければいいじゃんっていう人もちろんいるけどさ、それでもね、やっぱり気になっちゃうのが人間だと思うんですよ。というか私は気になるそうだからね、難しいなと思いつつ、これはもうアイドル時代から思ってたね。そう、すごく発信力も影響力もあっていいなと思う反面、いろんな情報が入ってくる、嫌な情報も。難しいね、そういうのは。だからよっしゃっていうね、イラノヒカルのちょぴっと真面目なお話でした。ギフトありがとうございます。ダイニー、私は今どこに向かえばいいんだ、どこに向かっているんだというか、もうバッテリー少ねえって言われた。いや線届かんし監視社会なの怖いね。いただきます。うんうんうん、今さ、しいたけ食べてるんだけどさ、今姉ちゃんの家にいるんですよ。バターがなかった、バター醤油にして食べようと思ったらさ、バターがなかった、うん、だからとりあえず醤油だけかけてきたこんにちは。そう、昨日スーパー行ったらさ、めっちゃ美味しそうな椎茸見つけてさ、それ丸々一個火通して、ケア軍。美味しい。そう、焼いただけ焼いて醤油かけただけ。うん、よっしゃ、よくごめんま、もうちょっと醤油かけてもらう。
そう、立派な椎茸なんですよ。めっちゃ綺麗だった。超綺麗で肉厚だったから、そうで割とお値段安くて、そう大きいのに買っちゃおうと思って買ったよね。どこ？待って、どこ？どれ？ん？ん？何？これは今どういう状況？あ、来た来た来た。あ、違うわ、違う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 。あ、合ってる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 。なんかね、とりあえず家帰ったらお風呂使って爆睡したいと言いつつね、めっちゃ寝てるんですよ私。そう、爆睡したいとか言いつつめっちゃ寝てるんですよ、ちゃんとこっちで。なんなら8時間以上寝て、9時間10時間とか寝てんじゃないかなっていうレベルで、お昼寝もちゃんとしてめっちゃご飯食べて寝てってしてるんですけど、そう、まあだからこのむくみ顔なんですけど、そう、それでも眠たいよね、びっくり。ちゃんと距離縮めたい。え、ゆりさん、カレンちゃんもたくさん話しかけに行ったら大丈夫です。あの子すごく面白いんで大丈夫ですよって言いたい。私がね間に入らなくても大丈夫ですよ、絶対カレンちゃんは。やばいやばいやばい、夜の時間来ちゃう、夜の時間来ちゃう、夜の時間来ちゃう、あの遅、うん、やばいやばい、なんか来たし、なんか来たし、どこどこよ。はいはい、カレンちゃんは本当に大丈夫。うわ、スリープモード最悪。うわ、ダメだ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 、ダメっす。ん？あ、こっち持ってきゃいいのか。もうどこ回ってんのか分かんない、ここ広すぎて。
ゼノブレイドあるある、マジでほんと広すぎてどこにいるかがわからない。マップめっちゃ広い、どこにいるかわからない。私は今どこにいるんだ、どこへ向かっているんだっていうね何してんのかもだんだんわかんなくなってるから、もうクエストしてるのか普通にストーリー進めてるのかわかんなくなってくるんですよ、どんどん。うわーこれいけるかな、時間に戦い始めると後から敵が変わりそう。やばいやばいやばい、ナイツタイム、ナイツタイム、最悪、ナイツタイム入りました、ナイツタイム入りました、やめて、行くな行くな、バルバロギフトありがとうございます。あ、間違えた間違えた、普通に間違えた、使うもの間違えた、イグーナの巣窟か。あ、ボルフもいる。ん？ボルフどっかいるな。うん、いるわ。こんにちは、どうもこんにちは、めっちゃいろんないるやん、ファイターイグーナ、エーテルイグーナ、でプラスボルフ、なんやねんファイターイグーナって、戦う選手か。やばいやばい、落ちる落ちる落ちる、落とすな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 、また初めからになるやないか、やめてくれ、時ける時間楽しめた、うん、それなりに楽しめたと思う。でもなんか、でもなんか誰かと会って楽しむっていうのもあったんだけどさ、なんか 家でさ、姉ちゃん家でさ、のんびりゴロゴロしてることも多かったからさ、そうだからなんかのんびりできたの方が多いかも、うん。うわ絶対無理やんこんなもん、うわ来た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 、逃げろ逃げろ絶対無理だよ、ちょっと、うん無理っすよこれは、ちょっとやばいか、あー待って待って、落ちた落ちた落ちた、あそうそう今日久々に会えるメンバーいるいるいる、あでも昨日うち一昨日かな電話してたんだけどさ、そうちょっとか電話かかってきて、変わってなかった全然、それでなんかあんまりその今日会えるっていうの言ってなかったからさ、そう
もう見に行くよ、耐えるよ、立つには言ったんだけど。てかメイクしなきゃ。でメイクするね。ダリちゃんには言ってない言ってないんです。知ってるの本当にハッツとミッサーと、昨日一昨日か電話した時にカレンちゃんにも、あ行くんだよねっていう話をして、ピョンにも言った気する。あれ、うん、言った気がする。うん、こんにちは。ごめんね、すごい端ですごいゲームしてる人になってごめんね。ちょっとじゃあ 線がさ、ここまでがギリギリなんだ。なんかめっちゃ強いんやが。うわーなるほど、はいはいはい、了解了解、はいはい、なるほどなるほど。あうーん、あー死んだ死んだ死んだ、えすごいめっちゃなんか強いとか思ってたらさ、なんかうん、ちゃんとユニークモンスターでした。最悪。ちょっと助けて助けて助けてねえ。ねえ、また死んだから助けてやばいな、やばいな、普通にやばい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 、何もやばいやばいやばい。励ますって何？しまった待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 った、いや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 、今それ来ちゃあかんでしょ。違う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 、 LINE に未来教えてどうすんの。違う違うんだよね、違うんだって。もよし逃げよう。なんで？絶対すいませんでした。すいません、ちょっとサイで申し訳ない。ちょっとね。うわ、違う違う、鳥もいる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 。どこどこどこ、誰に狙ってんの？すっげえ、まだ追っかけてくる。よしよし。これね、やっぱりね、画面見せながらやりたいよね。画面見せながらやりたいね。だって LINE なんて言われてもさ、誰やねんそいつってなるやろきっと。っていうやつがいるんです。いっぱい寝たのに眠たい。本当に今日6時半に目覚めたんですよ。そう、もう姉ちゃん仕事行ってたし、なんか早かったね。どうするべきなんだろう。いやでもな、これな、お昼の時間になってほしいんだよな、すごく。お昼の時間になってくれなきゃ。クエスト、うん、なんかめちゃめちゃ攻撃受けてる。明日何しよっかな、家帰って。
寝たいな。でもなんか仕事行く前になんかその寝て過ごして何もしてないなんてもったいないな。いやラインやばい、ライン頑張って。あなた盾だから、防御だから、すごい盾持ってるから、頼むよライン。ラインはね防御役です。分からんけどHP がとても高いので防御いつもお願いしています。そうね、うん、防御盾持ってるわ。攻撃もちゃんとできるんですよ。あ、待って待って、私が死ぬ。明日に、明日まで やばみざわって何。え、なんでなんで、防ぎゅう、防ごうよ。今すごい盾張ってたじゃん、私シールド張ってたじゃん。なんで何の意味も立ってないやん。え、待って、死んだし。ライン助けて ライン助けて。ライン自分で何とかしてね。それ、その子、ああ、よしよしよし。ライン、どこ？ね。ねえ、ちょっと待って待って、どうやってライン、ねえ。あ、間に合ってないやん。全然間に合ってないよね、ライン。ね、ちょっと待った。しっかりせえよ。私の操作の仕方が下手だけなのに全部 LINE のせいにしちゃう。ごめんね LINE。 うちね、すごいいつも助かってるんだよ LINE にはね。そう、ごめんごめん。よしよし、落ち着いた。よっしゃ、終了。そしたら、うわー、なるほど。どうしようかな。とりあえずストーリーの方行く。ラインは別に あの人自分で回復はできないんで。あの人だって、はい、ラインは自分で回復はできないんです。私がしてあげるか、他のなんか回復できる人にしてもらうかですね。でもその相手は、それは私は一人しか操れないので、私がたまにね回復をしています。人によってね、だから本当得意なことあるんですよ。そう、なんか意外と何でもできちゃう万能型と、まあ回復向きの人と、まあ防御向きの人と、それとやっぱり分かれるんで、いい具合に自分のいい感じにパーティー組んで、3人のパーティー組んで連れていくんですね。
うストーリー入っちゃった。あ、まだ2人だけ。初めの方はそうだ。夜悲しい記憶だ、フィオルンよ。夜うん、ごめんね、あのこんなこと言ってた。私結末知ってるんでそう、結末は一応知ってるんですよ、ちゃんと一回やってるんでね。あらかたストーリーも知ってますこんにちは。デクさん、デクさん、デクさん。夜になると何かありますか？あの、場所によっては撃強のモンスターが出ます。はい、場所によってはです。レベル80とかに出ます。まあだからそういうのはね、もう戦ってもあの負けるしかないんで逃げてください。基本的に見つかんないように逃げて逃げて、朝になるまで待ってくださいお昼時間になるまでって感じです。あれ、それが一番嫌い、その時間が怖いもんだって。なんでそんなレベル80もあんねん。私今29なんだけどっていうね。おお、来た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 、来い来い来い。なんかすごい対処法、いやもうそんなもんよ、それしかないんだよ防ぐ方法が。それかもうその時点で80まで上げとくか、どっちかでも基本的に不可能だと思うのでめっちゃ時間かかるし。そう、強いモンスター、まあ、出る時がありますっていう、あのエリアによってそれは変わるので、全然夜になってもそんな変わんない時もありますと。これはエリアによってバラバラ様々です。あっちが行きたい。あと X でエリアマップ開いて、でなんていうの、ランドマークを指定するとその場所に飛ぶことができます。これでも多分説明があったから知ってるかも。これは結構説明で
出てるかな。これ操作自体はね本当に難しくないんですよ。待ってねねねちょっとみんなに聞きたい、ワンピースのさ、スイッチのさ、ワンピースのカセットって出てる？今急に思った、ワンピースしたいなって。 Wii でさワンピースをやってたんだよ、それ好きだったなと思って。あ、推しギフト、あ、準備できたよ、いいよ、推しギフト、ちょっと待って、止まって攻撃、推しギフト、私の愛する推しギフト、うん、かわいい、真ん中にちゃん、真ん中ちゃんと泳いでくれてる、ありがとう、かわいい、相変わらずかわいいぜ、あ、ありがとうパンダ、あそう、場所によってはさすごい端の方で泳いでる時もあるの、真ん中になかなか来てくれることがない、嬉しい、だから真ん中泳いでくれる、ありがとう、こんにちは、顔がパンパンだ、なんだありがとう、こんにちは。みんなもうちょっとで休憩時間？今何時？あ、休憩時間、そう、12時だもんね。なあ、レベル上げが大変だな、ほんと1はレベル上げが大変、マジで苦手、私2、3からはねレベル上げ割と簡単になるんですよ、そう、全部自力で上げろじゃないんで、そう、一概ね一番大変です、レベル上げ、もう倒して倒して倒しまくんなきゃいけないからさ、スイッチのワンピース、いやマジでやりたいんだよね、なんか最近さ、最近っていうかさっきまで見てたんだけどさ、ワンピースを見てるんですよ、そう、ふと
そう、 Wii でやってたゲームも面白かったなと思って。配信始めてからどのくらい経った？30分くらい？まさかコナンよりワンピース。え、いや別に私もだってコナン以外に見ることありますよ普通に。そう、全然全然全然今期のアニメとかも見たいのあったら見ますし、だからイコールコナンに勝ったとかではないです。どっちも好き。あのコナンがまあ確かに見る頻度が多いっていうだけで、そう違うんですよ。それはコナンくんが見やすいからなんです。でワンピースとかはさ、ってちゃんと見ないと分かんない内容じゃん正直。そう、あと7分で1時間。あーなるほど、ありがとう。そうだ、コナンくんはもう見で、大体さ、あの1話完結とか2話完結が多いじゃん。分かりやすいんです。まあもちろん黒の組織の話入ってくるとね長くなりますけど、そうだから分かりやすいんですよ全然。だからワンピースもたまに見ます。てかワンピース見なきゃって思ってるんですずっと私。でもワンピース見るときってすごい頭回転させるんで、そう、あ、ここがこうだーなーっていうね、なんか回転させて、だキャラの名前を覚えて、なんかね、いろいろねっていうのがねあったりするんで、ほんとゆっくり見れる時じゃないとあんまり。なるほど。おっとなるほど、オッケーです。はい、うわ随分散らかってるな。どうしようか、どうしようかね、キャンプから行くか。いやーここなー、マップ広い割にさ、ランドマークっていう、まあなんか飛べるエリアね、なんかここにあの瞬間移動できますよ的なねエリアが少ないもんだからさ、飛んでも移動するの大変なんだよね。ごめん、伝わってるかな私の勝手な急な、あれね、待って待って待って、なんかに追われてる、誰、はい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 、分かった、君私のこと好きね、すごく追っかけてくるじゃないか、みんなして。ワンピースのカセットな、なんか買おうかな。なんかどういう内容かによるな、なんかストーリー進めてく系が好きなんだよね私。無双とかってさ、どうなのどうなの。
無双やったことある人いる？そう、私はストーリーを進めてなんかマップ開拓していろんなところ行って集めてっていうのが割と好きなんですよ。無双はいい武器出るまでやり続けるの？うわ、なんかちょっと違う気がするな、ヒカの持ってるのと。ちょっと違う気する。うわ、どっち行こっかな、こっち。うわ、来たよ、ナイツタイム出たよ、ナイツタイム。本当に私の嫌いなナイツタイムが、でみんな人をかけてくんだもん。レベル80の人がさ、レベル30の人に向かって言ってたかってね。もうやめてくださいって、弱い者いじめは。そういうゲームなんで。ワンピースな、ワンピースのカセットあってもう一回調べよう。ランドマークあんじゃん、ちゃんと。私が通ってないんだろ、全然。こんにちは。よっしゃ、ワンピースのカセット調べよう。充電やばし、充電やばし。だんだん私の体が映んなくなっていく。スイッチ欲しいもん、ヒカ。普通にえ、まっそう、スイッチが欲しい。あ、いってた。お兄ちゃんのずっと使ってるし、アンミリテッドワールド。アンミリテッドシリーズ。アンリミテッドですか？アンミリテッドですか？アンリミテッドでした。アンリミテッドいいな。そう、アンリミテッドね、そう、私アンリミテッドね、 Wii でやったことあるんですよ。アンリミテッドクルーズ、目覚める勇者みたいなやつ。そう、無双もでも なんか海賊無双もさ、面白そうだなと思ってるんだよ。
惜しいな。背中で語っています。背中で語れてた。ゲームってさ、一回始めるとさ、いろんなカセット欲しくならない？そんなことない？引っこ抜かれてないっけ、ないっけ、続かなくなった。引っこ抜かれてあなただけについてゆくだっけ。今日も運ぶ、戦う、増える、そして食べられる、ほったかされて、てて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 、てでも私たちあなたに従い尽くします。ね、帰ったら、そう、仕事始まったらね、ちゃんとするよ、あの、始まったらマジでする暇ないんでここぞとばかりにやりますよ今。どこだこれ、下？うわ、下じゃん。あら、やっと、あー、やばい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 。ん？乗らせてよ。そうしたら、ゲームよりバイト当たり前じゃないか当たり前じゃないか。働けるうちに働こう、まだ働こうっていう気持ちがあるうちに働かなきゃさ、本当にやらなくなるからさ。よし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 、これを集めたんで、あー、おー、この先を見たい。ヒカルン成長したね。え、そんなもんでしょ。え、違う、私今までそんなあれ、そんな、ぐーたらなイメージだった。そのつもりないんだけど、全然全然。うわ、行きたいけども、行きたいけどもだな、これやめとこう。結構仕事真面目にやってきたつもりやで。私はだって、いや、なんでもない。いや、言わんでおこう。一個抜かれて、うわ、ちゃう。な、誰女すんたらまた追っかけられてたよ。なんで、なんでそんなヤバいやつ多いわけ、本当に。
もしかして私来てるところ違う？え？あ、でもロケーション発見したけどやば。ここか。いやいや、でも合ってるな。マジでこっち向くなよ。本当にこっち向くなよ。マジでこっち向くんじゃないぞ。こっち向いたら承知しねえかんな。追っかけられたくないからね、私。ギフトありがとうございます。ひかちゃん、ひかちゃんお腹空いてないの？そう、椎茸つまんでたらお腹空いてない。あ、でもアイス食べたいから後でアイス食べる。よしよしよし、ストーリーを進めようではないか。から飲みたい。お休みなら飲んでいいよ。お休みならね。よし。椎茸焼いて醤油かけただけのやつ。飲む、いや、たまにするよ。たまにって昼から飲むってほど私はたくさん飲むわけじゃないけど、お昼にちょっと一杯飲もうかなみたいな。お休みの日だけね。めったにやらんけど、全然休みの日ならさ。仕事中はダメだよ。仕事中はね、ちょっとそれはちょっと仕事しないよちゃんとってなるけど、全然お休みはね、自由にお過ごしください。のんびり自由に。もう美味しいお酒飲みたいな。いい顔してるぜ、シュク。騙してんのか？なんでもないです。全然なんでもないです。分かってるんでちゃんと。うわ、出た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 。ほったかされてってさ、ほったらかしにされてってことでしょ。ほったかされてっていうのこれ、それともほったかってまた別の意味なのかな。皆さんどう思います？
私最近これずっと頭から離れないんですけど、ほっとかれて、そうそうそう、ほったらかされて、ん？ほったらかすって言わん？ほったかされて、ほったかされてとはふと思った。この前もちょっとほったかされてとはと思ったけど、調べよ。ほったかされて、同じ風に疑問に思ってる人いたわ。あ、でもうん、放置されて、まあそういう意味やね。でも方言ですね。方言じゃないっていうのが多いわ、やっぱり放置されて。意味合いは本当にほったらかされて、放置されてのと一緒だって。ほったかされて、ちゃんとみんなやっぱり疑問に思うんだよね。あ、間違えた間違えた。うわ遠いな。これどう言ってんのやろ。ナルニとの金、あ、まあそれもあるかもね。
こんにちは。キャピルアタックが。美味しいパン食べたいな。塩パン食べたい。塩パン。こんにちは。トリュフ塩パン、そうそうそう、一回食べてみたいんよ、それマジで。私に食べたことないんですよ。うわ、イグーナの巣窟です。最悪。どこまで進んだんだろう、私もわからない。これどこら辺だっけな、どこだっけな。これプレイ時間で言うと半分いってないくらいかな、まだ。主権さんありがとうございます。最終的にレベルどこまで、うわー、どこまでだっけな。70くらいかも。75だっけな、もうそのくらいだった気する。私は違ってたらごめん。こんにちは。皆さんごめんね、私がこんな体勢で。今ね、ゲームの線がね、ここまでしか届かないんだ。許してけろ。いや、だからレオポルド、レオポルドくんじゃないよ、レオポルド。いや、マジでレオポルドこんといて。なんていうの、マックスは多分全然あります、もっと。なんだけどストーリー的にはそのくらいで済むよっていう。そうだから、そこからやっぱり続きやる人もいるじゃん、そういうのを倒したりとか。そういう人は全然上げていけばいいしみたいな。だから2とか3の時も私レベル低くて100とかのやつに挑んでたりもしました。そう、80、90くらいかな。あれ、そんな低かった？ちょっと待って待って待って。セーブ。そうね。え、70から80かも、ごめん。70から80。うん、これ77になってるし、下70だから、そのくらい。でも80のモンスターもいます。そうだから、そう、倒したい人は続きをね、なんかやって倒せばいいしみたいな。で、別レベル80よりなくても、こっち人数で勝ってれば、人数今
3人パーティーでできるんで、そうだったら全然上手い人だったら75とかでも80の相手に勝ったりはします。全然私下手くそなんでね、そんなことねできないですけど、そうですね、そんな感じ。私たちだけ来い。そうだからクエストとかもあるし、クエストとかも途中だったらやってもいいしみたいな。そんな感じ。やばいやばい、何も。行くぜレオポルト、レオポルト今お前に挑みに行くぜ。あー見つかったし、もういいや。後ろからねちょっとね狙ってやろうかなと思ったんですけどね。マジ一撃一撃がなんかすごい強いな。なんなん、レオポルド、あやばいやばいやばい、ラインが死んじゃう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 から、ちょっとライン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 防げ防げ防げよ、ちゃんと防げよ、防ぐんだぞ。でおお死んだ、早くね助けて、ラインライン止まってないで助けてよ。いやちょっと待って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 、やばい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 、なんでレオポルドそんなに強いわけ。お主、あダメだ、お主自分で回復かけてもダメじゃん全然。ない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 、大丈夫そう。やばいよ、次誰か死んでも誰も助けられないよ。いやマジレオポルド強すぎって、レオポルド、レオポルドなんであんたそんな強いん、レオポルド、レオポルド、お前なんでそんな強いんや、レオポルドなあ。ちょっと今ちょっとレオポルドと戦ってるからちょっと待ってな。レオポルド激強なんですけど、あ間違えた間違えた、ラインにするべきやった。いやほ、うわほら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 死んだやん死んだやん、ライン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 、お前 大切なんや、お前引き取ってくれんと困る。レオポルド、いやマジレオポルドなんでこんな強いん、怖い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 、死ぬ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 、もうすぐ私も死んじゃう死んじゃう死んじゃう。ちょっと食事いってらっしゃいいってらっしゃい、いや
やー、しんどー。いや、チームワークなんだけどさ、そうなんだけどさ、違うんだって。レオポルドがめっちゃ強いんだって。でもチームワークとか言ってる暇ないんだって。連携したいのにさ、連携するほどゲージもたまんないんだよ。回復回復に使ったらレオポルド、なんであったらそんな強いん、レオポルド。ねえ、マジで。わ、やばい、やばい、やばい、ピンチピンチ。回復薬死んだ、回復薬死んだ、回復薬死んだ。ちょっと待って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 、一番やばいって、一番やばいって、一番やばいって。回復薬死んだ死んだ死んだ、ちょっと待って、ピンチ。待て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 、ゲージも溜まってない、ゲージも溜まってない。本気を見せてやりなよじゃないんだって。違うんだって。おお、なって、みんな死んだ。ちょっと待って、違う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 、怖い怖い怖い、怖い。私一人じゃどうにもならん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 。よしよし、退避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 、一旦退避。マジレオポルド倒したいのにさ、ああ、レオポルド倒したいのに。よし、行くよ、もう一回行くよ、もう一回行くよ、もう一回行くからね。後ろを狙って不意打ちかけてからの、よし、行け、攻撃攻撃、みんな攻撃だよ、攻撃だよ、攻撃しな、ほらほら、いけ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 。そして私を標的にするな。私を標的にするんじゃない、違う違う違うって。私標的にしたらさ、あの、そんな HP ないから死んじゃうんだって。そう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 、頼む頼む頼む頼んだ。何？誰狙ってくんの？あたしじゃんか！レオポルド、本当私のこと好きね、あんた。やめな？そして防げないという事実、やめて。あ、防げた防げた、よしよしよし。いや、マジ標的にしないでって、お願い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 だから、標的にしないで。私標的にするとさ、すぐ死んじゃうんだって。いや、だからさ、明らかに私の HP より上を持ってくじゃん。なんなんその攻撃力。いやー、マジで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 、いや、ライン死んだし、ない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 。うわ、待って、本当に多い、なんなん本当に、その攻撃力一個一個でかいんだって、攻撃が。やめて、ゲージ溜まってないのにさ、そんなに。うわ、防げてな、しかも最悪、死にそう。うわ、死んだ、やっぱり。やばい、やばい、縦主力じゃないんだ。いや、マジ、なんなんこの人、本当に。本当にレオポルドがん、なん、ねえ。離れちゃったの、倒したいんです、私が、意地でも。ここで倒さなきゃ絶対倒さないから、私。倒しになんか来ないから。ない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 、ちょっとちょ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 。いや、マジだからさ、だからさ、だからさ、違うじゃんね、ライン、ライン。未来教えようとしたじゃん、なんで、なんで来てくれんかったん、ライン。呼びかけたじゃん。いや、なんかもうちょっとないよ、マジで。うわ、もうちょっとだから余計に負けると悔しい。うわ、誰にするべきかな、ちょっと待ってね、ちょっと待ってね、誰回復するべきか。
あ、ラインにしとこう。ラインいけるいけるって絶対いけるから、これ逃したらマジもう勝つ機会ないからさ。ねちちちちちいけ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 、みんな総攻撃いけ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 いいちちちちち攻撃に追われたら離れる。ああそうだよ離れたらいいんだけど、あ、それでもロックオンされるときはロックオンされるんですよし来たよし終了よし、変な性格は本当にもう疲れた一気に疲れた一気に疲れた、どっと疲れが。違うんだよ、別にレオポルドを倒すことが目的じゃないんだよ全然。そう、レオポルドをね倒すことが目的じゃないんですよ、私は別に。そう、もっとやらなきゃいけないことがあるんですよ他に。いつの間にかね、ナイツタイム入ってるし。はあ、疲れた。ダメだ、レオポルドと相性悪かったな、私絶対。どこ行った敵もう急に本当に疲労が。レオポルド強いのが気に、レオポルドなポなポ、そうレオポルド強いの。じゃあ私がもうちょっとレベルね上がってれば全然そんなことないんですよ。私のねレベルがちょっとまだそんな高くないので。うわー、なるほどじゃないよこれ。どういう状況、マジか最悪じゃん。なんかえ、あそこ取り行けって、やばいよ毒沼だよ。そうだよね知ってる。あ、間違えた、違うこっち二人ともこっち寄らないとマジ死ぬから、おいで。それさ毒なんだって、みんな死んじゃうからさ、おいで。上に上がってきて、陸にお願いだから上がってきてくれないか、頼む。そうレオポルド、
が沼に落ちてる落ちてる落ちてる。ここで変に戦うとマジでよろしくないので早く終わらせて沼から抜け出したい。次どこ行くべきか。全然見えなかった。ごめん。あ、ギフトありがとうございます。ちょっと充電が、次充電が、どうしよう、充電がなんだけど、どうしよっかな。また線届かないんだよな。これやばいかな。あ、こうはどう。もうちょっとこっち向けたいけど、うわ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 、あ、危ない危ない、びっくりした。すっげえ強い敵いるやんと思って、違ったごめん。びっくりした。普通の相手でよかった。お昼の時間に入ってましたね。よかったです。ラインさん、ラインさん、そこの沼から上がりませんか。ラインさん、ラインさん、ちょっとそこの沼上がりません。あ、そう、ありがとう、話聞いてくれて。めっちゃ来るやん、敵どこどこどこ。今何時ですか皆さん。私メイクしなきゃ、メイクしなきゃいけないんですけど、今何時ですか。51分、ありがとう。どのくらい時間経った、私配信始めて。お、よしよしよし、レベル上がった。もう少しで2時間。ありがとう。じゃあちょっといい頃合いでちょっとメイクして配信終わろうかな。1時間40分、ありがとう。そしたらば出かけるの？出かけるよ。出かけますとも今日は。間違えた。
来てんな、なんか来てんな。ちょっと待って待って待って、31はきつくね。違う、30だった。あなたってユニークモンスターですよね。ユニークモンスターの30はなかなかハードだと思うんですけど、どうお考えですかね皆さん。どうお考えですか。うわー、言うてるそばから吹っ飛ばされたやんけ。いや待って、ワンチャンいける、ワンチャンいけるぞ、ワンチャン。うわー、行きたい行きたい行きたい。ユニークモンスターっていう呼び方で合ってんのかなこれ。ちょっと思う。うわ、私を狙わないで狙わないで。ちょっとは吹っ飛ばされて。なんかね、名前があるやつは強いんですよ。陽光のシュバイクみたいなさ、何々の何々みたいな。普通のシュバイクとかじゃなくて、漢字とかでなんか衝撃のとかなんか入ってると、あの普通のレベルより強いんで、あの甘く見ちゃいかんです。マジで強いです普通に。違う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 、そう。よし、叩き落としたる。うわ、落とせんかった、最悪。え、なんで、あれ、もう一人の人どこ行った。あれ、もう一人の人、あれ、なんで寝てんのね。私の方に来ないでください。死んだやん。あ、やばいやばい、死んだからやり直しやん。あー、もう全員アタックしんとかよかった。全員アタックしちゃダメだったな。うわ、来た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 よ、陽光のシュバイク来たよ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 。でもごめん、ごめん、今それどころじゃない。ちょっとボルフだ。なんでさ、ナクソ戦ってる時に横やり入れてくんのあなた。もう困った人ですね。ちょっとボルフどこ行ってんて。最速の光るん、すごい、なんか嬉しくない名前だね。いいけどさ、そういう風に見えてんだね。いいけどさ、ラインさんからしたら特にどういうこと？ラインさんだって、ラインさん命綱だなんだもん。私のほらほらほら、死にそう死にそう死にそう、やばい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 。ほらほら、ちょっと頑張って頑張って、お願いお願いお願い、あんたいないとどうにもならんのよ。てかマジさ、3人パーティーさ、1人かけるってさ、ほんと痛いんよ。全部何もできなくなる。縦入れていいもんかな、こう。ちゃんとガードしてる。
ーなんでそこで終わったダメ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 私狙わないで狙わないでチャンスとかじゃないんですよ違うんですよ狙わないでってうわまた狙いやがったやばい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 回復姉さん回復姉さん回復姉さんちょっと頑張って回復姉さんいてくれないと困りますよ。でも、ゼノブレイド1がね、私一番苦手なんですよ。そう、一番苦手。わ、死んだ死んだ死んだ。助けて助けてライン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 ありがとう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 ラインありがとうどこ行ったどこ行ったうわーこらどこ行ったあんた回復ないと無理だよちょっと待ってねーガード入れたいガード入れたいガード入ったやばい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 ライン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 大変ラインラインああ間違えた自分回復しても間違えた勢い余って勢い余って自分回復してもたああラインラインじゃん私んところ来てもうたやんちょっと待って私死んだら今ねよしえナイスラインあおった倒したよもうね よしちょっとねアーツをねちょっとレベルアップしましょうねエンチャントいやすいませんちょっと必死になるとねついつい出てしまうもので申し訳ございませんまあこれがね私なんで素の私ということでバンバン入れたい気もするけどなぁ装備を変えますおいいやんちょっと
一新しようかなけど、そんないいのないな。ギフトありがとうございます。クイーンクラスター、うん、つけなんかいろ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 けど、これにするか。フォーがないじゃん。よっしゃー、ね、アイス食べよアイス食べて、メイクはしますよ。インギちゃん、アイスくらい食べさせてよ。おいしい。ハーゲンダッツ。硬いからね。もうちょっと置いて。ね、いちごが一番好きかも、ハーゲンダッツ。私
急にゲーム終わった瞬間すごい静かになる。うん、うん、カラオケ機能ね、一昨日見たらねもうついてました。 B4 にん B4、 うん、抜いたのね。皆さんありがとうございます、ランク上げてくださって。こんにちは。明日も多分ゲームして過ごすんだな、おかしい。マジでゲームしてると思う、ずーっと。うん、ワンピース、ワンピースのパンクハザード編。私ね、魚人島が好きなんですよ、結構。うん、なんか魚人島から見てって、なパンクハザードに。キャラクターはねゾロが好きです。ゾロとロウとチョッパーも好き。女の子だったらナミ、あ、ペローナも好きかな。あ、スモーカー好き。あ、ギフトありがとうございます、ペンギンありがとう。ラジマ好き、ナリマもいいよね。女の子って誰だろう。シャンクスもいいんですよ。シャンクスとベックマン。女の子誰だろうな。他になんか女の子が出てこない。どんなキャラいたっけ、女の子。ヤマト、ヤマトって女の子で合ってるよね。急にヤマトは好き。あんまりあのどんな子か知らんけど、容姿は好きだね、うん、かっこいい。よし、ちょっとお口洗ってきます。お口洗ってきて
メイクをします。荷物をね、もう片付けなきゃ。お待ちくださいね。よし、オッケー。ごめんなさい。ごめんなさい。タンクハザードのさ、波に入っ、なんて言うんだろう、波に入った感じかっこいいんだよね。あとカシギに入ったスモーカーもかっこいい。入ったっていうか、まあ入れ替わった。ナミさ、普通のナミやったら可愛いから買ってんけどさ、なんか急にイケメンになる。パシギちゃんも、あ、そうじゃないか、日本、あ、してない。まあするときしないとき私の気分次第なので、今日はめんどくさいのでやらないです。そう、マジほんと気分次第。そう、なんかめんどくさいなっていう日はやらない、まあ、基本的にはね、やるようにしてるけど。
なんかね、朝やるときもあれば夜やるときとかもありますね。お風呂上がり乳液塗るときに。肌荒れがやばい。スマイビー、昨日ね、すき家食べたよ、私も。そう、なんか急に食べたくなってさ、すき家が。よし、買いに行こうと思って、山かけ、そう、買いに行って食べてた。石川にいるとね、絶対食べないから、すき家近くにないし。うわ、全然眉毛、右左違う、怖っ。右の方が細いな。なんかね、本当はチーズと迷ったんだよ。チーズと迷って、いやと思って、なんかなんかね、なんつったんやろ、重いかなと思って、ちょっとチーズ、そうでやめたの。どうしよっかな今日。そんなガッチリメイクしなくていいやん。よし、マスカラして、
暑い外、もうなるべく外歩かないようにするから、絶対今日は汗かきたくないもん。帰るとき汗だくで帰るな、絶対嫌だ。ね、ああなるほどね。もいるの？あ、日傘？日傘にちゃんと持ってきた。ルフィとの同盟は無謀だよ。いや無謀でもないんだけど、思い通りにはいかないさ。今日アイライン綺麗。どうだって壁を越えたんだ。配信始めて何分経ちましたか？お願いします、教えてください。違う違う、こっちない。今何時？2時間20分ぐらい、ありがとう。何時から配信始めた？何分？何細かく何分。いや私の携帯で見よう、皆さんにお任せしっきり。じゃあちょっと待ってね、自信。あー、はい、はい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 、なるほどなるほど。
11時10分からありがとう、教えてくれて。あ、ローの険しい顔で止まっちゃった。あとは、じゃああと40分になったらランキング行こうかな。それまでにメイクは終わりそうなので。よし、止まらずにさあ行こう、変じゃん。今すぐにもっとヘンズアップ、ワープが使えるようになった。テテ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 。ハイライト入れて、口紅して、髪の毛直せば完了。で書き分にして、ちょっとピアスを寝忘れないうちに。髪の毛まっすぐっていうか、スティカさっきね、お風呂入ったんでスチュコ風でお届けしております。あれ、もう一つどこやったっけ、ヒコ。
シカフでお送りしております。これじゃないな。ふんづまりはやばい。ふんふんづまりは良くないぞ。女の子に向かってふんづまりは良くないだろう。どこの行くの、いやなんかなんちゅう正直なと思って。今何時？お、あと2分。いいんちゃう？髪の毛直して掃除機かけんな。掃除機かけて、ゴミ片して、荷物全部整理して、メイク道具ももういらんでしょ？あれ、パッと。ね、荷物が多いね。道具どこに入るかな。やっぱりなんかさ、いつも思うんだけどさ、旅行とか、まあ、AKB 時代のさ仕事の時もそうだけどさ、明らかに行く時と帰る時の荷物の量がさ違うのは何？そんななんか物増やしてないはずなのにさ、なんか荷物が入らんくなるんですよ。そんなになんでですか？どうしてですか？不思議だよね。不思議な現象かな。ちょっと入れて、でこれを大丈夫かな。綺麗に持ってける自信があんまりないけど大丈夫かな。これになってかなきゃね。うわ
ねえこれさねごめんすごい今さ絶対ここで聞くタイミングじゃないんだけどさこれさいつもさなんて読むのこのお店は今もう時間だよね多分ごめんちょっと待ってこれさなんて読むんですかこのブランド帰りごめんねもう終わるんだもう終わるんだけどちょっと最後にこれってなんて読むんですかカルバンクラインそうなんかそうカルバンクラインかなって思ったんだけどさここさ明らかにさバンなんて読まんじゃんカルビンじゃんカルビンじゃんそうだから何なんだろうと思ってっていうね私のうちでした領収書これはもういりません箱はどうしようか持って帰ろうかなとりあえずこれを持ってこ、ね、そうっていうね私のいつも思ってたカルビンじゃないかお洋服買ったのうん違う私のじゃないはいまあ、ということでねランキングいきたいと思います13位ガッシュベル32位たもっちゃん31位ゆうこ30位かぼちゃん9位ところてんさん8位孫悟空さん7位かあさん6位アイスカフェさん5位エブリデイハチューカさんはいはいはいラントさん4位エレメントさん3位オグリンさん2位鉄道ナイトアットヒカルサイコさん1位キンキンキンさんですありがとうございますギフトいきます鉄道ナイトさんアイスカフェさんガッシュベルさんかぼちゃ先生キンキンキンさんモッチーさんですありがとうございます呼ばれてない方いますか大丈夫ですかこんにちはカイさんありがとうごめんねでも配信終わっちゃうんですまた明日明日かな明日の夜またゲームしながら配信すると思うので夜お会いしましょうはい大丈夫ですかねということで、ね、皆さんね今日も長時間配信してたんですけどね見に来てくださってありがとうございましたまた明日の夜明日朝配信はないですはい明日夜ゲーム配信というかまあ私がねゲームしながら配信すると思うのでぜひお時間あれば見に来ていただけると嬉しいですそれではまた今度会いましょう明日会いましょうそれではありがとうございましたまたねー。